お疲れ様でした。ナインティナインのオールナイトニッポン。どうもこんばんは、ナインティナイン岡村です。矢部です。皆さん見ていただいたか見ていただいてないかはわからないですけども、うん、大河ドラマ、はい、キリンが来るがもうあの最終回、日曜日ね迎えまして、なんやかんやで、1年間ですか、出させていただいた、まあ長かったですね。間にもいろいろありましたし、まあ、もう大変な時期やからね。コロナの中断っていうのもありましたからね、うん、そういうのもありながらなんとか最終回の44回まで、まあ、僕が言うの僕なんかほんまちょっとしかねあの出てないですけれども、特に長谷川さんなんかはねあの十兵衛様光秀さんは大変やったと思いますけれども、とりあえず最終回終わってからですかね、うん、LINE で連絡させていただきまして、お疲れ様でしたって言って、ね、言うた、まあ、本当に、もう本当に優しい方なんですけど、長谷川さんは、岡村さんと本当にお芝居できて、本当に楽しかったですとか言っていただいて、もうそんなん、もう、そんなんそんなんって思ったんですけど、とにかくあの長谷川さんって、よくよく考えたら、朝ドラから、満腹の朝ドラから、そのままタイガー、突入してるから全く休まないような状態でずーっと NHK で撮影しはったんちゃいますか。大変やね。大変ですよね、うん、それももう朝ドラと大河なんてもうなかなかないことだと思いますけど続けて、やってはったんで僕が言うのもなんですけどもちょっと大河終わったらお休みしたらどうですかと、いうふうに言うたら、まあ、もう長谷川さんならではのジョークですけども、あの休んでも僕のこと忘れないでくださいねとか言ってめちゃくちゃええ方なんですよ。いい人やな。ほんで、まあ、こういう世の中なんでご飯もなかなかね食べに行くこともできなかったですけども、まあ、始まってすぐぐらいか、うん、始まってすぐぐらいにあのご飯は食べに行きましたけどね、酒井先生とかと一緒にあの食べに行かせていただきましたけども、やっぱりもうちょっとねいろいろとお話できたらいいなっていうふうに思ったんですが、まあまあ作品自体は本当にすごいあの作品でやっぱり何でしょう、チンピラ芸人が出るもんじゃないなっていう、なんかタイガってなんかやっぱり出るもんじゃなくて見るもんだなって改めていうふうに思ったぐらいですから、まあすごい作品やったなというふうに思いますけども、まあ、長谷川さんなんかもまあハードスケジュールはハードスケジュールやったと思うんですけども、私もまあなかなかのハードスケジュール、これまたね、別にお仕事あるってことはありがたいんですけども、また今ちょっとこう甲斐さんがポンとこう肩背中をこう丸めてしまいましたですけどもなんかやったの。いや、やってはいないんですよ。なぜか甲斐さんになってから何かね、ハードなんですよ私も仕事がなんか立て込んでるというか、なっかなか、まあ、やるって言ったからそうなんですよ。そうなんですが、なんかこうキュッと詰まってしまうというか、東野さんとやってる旅猿っていう番組があるんですけども、あれずっともう皆さん歴代のマネージャーさんが、まあ旅猿はもうあれですよね、プライベートですよねって言うんですよ。プライベートでごめんなさいって言ってるからね。プライベートでごめんなさい言ってるから、まあ、サブタイトルついてるから、まあその大谷マネージャーの時からずっとそうなんですけども、特にこう同行するわけでもなく、ロケに同行するわけでもなく。本当タレントだけやもんね。そうなんですよ。だから、あれはもうその仕事に入れてませんと。前々から言われてたんですよ。あれプライベートじゃないですか、みたいなことを言われてて、いや、突き詰めたらプライベートじゃないじゃないですか。正確に言うと違うよね。ええ。まあまあ、それは、歴代のね、チーフが、からの、まあ言うたら、引き継ぎで、言われてるのか言われてないのかわからないですけれども、マネージャーが悪という意味では。まあ、
そうなんかな。マネージャーの立場になると。そうですね。まあ、海外とかね、行けてる時ならば、まあ、それも僕はもういいですよっていうふうな思いもあったんですけど、空港まで来てくれて、で、そのまま、行ってきますって言ったら、もうそのまま、マネージャーさんはもうお別れするだけじゃないですか。だから、その後はもう自由になってんのかどうかわからないですけど、まあ、ずっと引き継ぎで、まあ、仕事として入れてませんみたいなことなのかもわからないんですが。そうね。現場の稼働はないと。そうなんですよ。まあ、僕は仕事や、突き詰めた仕事やと思って。まあ、もちろん、旅とかも好きになりましたし、今はできませんよ。旅ができないので、そうね、こういう状況で旅できないんですけども、それでもやっぱり作品は撮らないとダメじゃないですか。まあ、そう、そう。そうなんですよ。オンエア穴開けるわけにいかないので。うん、旅猿の中でも、一番、ハードな、ロケっていうのが、実はこの DVD 見まくりの旅っていう。ああ。一日夜中。そう、夜通しかけて、ね、一番最初は24ね。うん、24、を、まあ、本当に24時間かけて、うん、全部見ようやないかと、いうことから始まったんですけども、うん、それがこの間、まあ、旅できませんので、うん、で、ちょっと DVD 見まくりの、旅に、なりそうです、うん、って言われたんですけど、まあまあ、うん、なかなかやっぱり、ハードなんですね。まあ、それはそれずっと起きてな。はい。夜通し起きて、DVD を見ないといけないので。で、ああ、来たかと。でも、それはもうしょうがないですよ。しょうがない。しょうがないです。まあ、頑張らんなと。うん、でも、スタッフさんもずっとこの、僕らが DVD 見てるだけの映像をこう撮らないといけないので、スタッフさんも、結構、ロケとしては、まだ動いてたらね、旅とかで動いてりゃ、まだこう、いろいろ起こったりするんですけど、じっとしてるからな。ただじーっと、一つの作品をじーっと見続けるというのを撮らないといけないっていう、いや、きついきつい。ディレクターさんとかも結構大変なんですよ。うん、でももう、この間もう、それを撮らなあかんと、うん、いうことで、ついに来たかと。うん、で、まあ、それ何度かありましたから、そのままこう、寝ずに、そのまま仕事行かないかん、ということはまあありましたから。もう、この年になるとね。まあでも。なかなかきついよね。そう、でもね、こう、まあ、一日、まあ、頑張ろうっていう気にはなるじゃないですか。うん。うん。で、頑張って、この DVD 見て、うん、まあ、しょうがないけど、次の仕事行かなあかん。うん。って思うじゃないですか。うん、で、昔やったら一日に、まあ言うても、二つ三つ仕事することもあったじゃないですか。あったね。でも今は、やっぱりこう、一日一本、多くて二本じゃないですか、うんうんうん。そういう状態の中、うん、今度は DVD を見終わって、うん。で、お疲れ様でした。寝ずに。うん。って言って、寝ずに次の仕事行ったんですけど、その仕事が、ゴチなんですよ。うん、ほうほうほう。ゴチはこう言うてもね、まあまあ、今の時代でもまあまあ時間かけて、丁寧に撮る、まあそうね。作品じゃないですか。一日かかるよね、はい。寝てないじゃないですか。うん。ご飯食べるじゃないですか。うん。めっちゃ眠なるじゃないですか。なるね。これ。お腹いっぱいなるとね。で、ライトいっぱい当たってるじゃないですか。うん。うん、眠なるじゃないですか。うとうとするよね。これやばいな、というふうに思ってる。まあまあ、いつもならその、まあ、ゴチ頑張ればええわ、と思ってたんですが、これゴチの後に、もう一本、あった、あった。あったでしょ？あったね。あの日。別企画が。別企画がもう一本あって、で、全く、寝ずに、お仕事二本やるっていう。これ、あれですよね。昔若い時やったら、あれでしたけど、なんかもう、途中から何喋ってるかわからないですね。あかんあかん、しっかりしろと。仕事やと。ぐるぐるナインティナインっていう、看板やぞと。ああ、そういう状況やったんや。ちょっと何喋ってるかわからんようになってきて。あ、だからちょっと、新企画調子悪かったんや。お前楽しい。今、合致したというか。
調子悪いというかね、自分はもう一生懸命そういうの関係ないからね、うん、視聴者の皆さんには関係ないから、頑張らな思ってやったんですが、うん、なんかね、自分で途中から泣いちゃうってことかな。もうふわふわしてんのかな。ふわふわしてもうて、なかなかやったなというふうには思うんですけども、まあそれがもう何かとは僕はもう言わないですよ。言わないですけど、言うとそれも失礼になりますしね。どの企画やったかっていうのはもう言わないですけども。いや、でもいいんじゃない？言っても。そういう見方もあるやん。そうそうそう。面白い。ああ、この時か、みたいな。出てないねや、みたいなね。うん。で、その時に、ちょっと、その旅から帰ってくる時に、うん、少し、早く、現場に着いたんですよ。うん、ゴチの現場に。ああ。うん。少しね。ああほんで、早く現場に着きそうですと、うん。でも早く着いてもそのマネージャーさんはいてないじゃないですか。そうね。うん。だからその旅猿のスタッフさんにちょっと早く着きそうなんですけど、僕今日控室どこかも全然分かってないですし、うん、誰かスタッフさんか誰か立っとってくださいっていうふうにお願いして、うん、でもそれ早めに着いても大丈夫ですと。うん、スタッフさんもいますんでって言って、うん、言ってくれはったんで、早めに着いたんですけども。うん、その分やっぱ、早めに着いてもちょっとでも、10分でも15分でも、うん、寝たい。そりゃそりゃそりゃ。全然違うって言うからね。そうそうそう。パッと落ちたら。っていうのがあるじゃないですか。うん、まあまあ。ほんで行ったら、もう、その時マネージャーさんがすぐ来てくれて、あれ、オーガさんやったっけな。オーガさんが、すぐ来てくれてて、うん、あ、よかったと思って。ちょっと早着いたから、って言って、うん。で、まだ、あれでしょ、みんな来るまでにちょっと時間あるでしょ。多少あります、って言って。うんまあ、絶対、こんな控え室に、ないとは思うんだけど、なんか、敷布団みたいなのないかなっていう。ちょっとでもな。ちょっとでもなんかこう、地べったに寝るのはちょっとなと思って、うん。控え室じゃないから。うん、控え室でも、なんていうのかな、あれ。なんやろ。パーテーションで区切られてる。囲ってるだけやからな。囲ってるだけの楽屋みたいなね、簡易な状態やって。うんんで、まあ、ないやろうなと思ってて、うん。そんなないやろうなと思ってたら、あれ、スタッフさんかなスタッフさんが探してきてくれたのかな、うん、ヨガマットありますって言って。ああ、もう全然ちゃうよ。あるだけ。そう、そう。うん。で、ヨガマット引いて、うん、50歳、うん、一睡もせずに、ヨガマットの上で、15分仮眠するっていう。で上にあなるほど、ね、MA1 のジャンパーかけて寒いから、そこで15分ぐらい仮眠する。でもパーテーションで区切られてるだけやからどんどん人が入ってくる。おはようございます、おはようございます、おはようございます。入り時間やから。うん。あどんどん来た、どんどん切る。でもまだ大丈夫や、まだもうちょっと寝たい。寝たい思ってたらもうやっぱりまた相方さんのはっはっ、おはようございますみたいな。来た、相方も来た、もう始まるみたいな。洗面所ないから、ハウハウはしてないと思うけどな。もう、そら、もう、なかなか、やとは、もう、まあまあね、仕事あるっていう、これは。こと自体は、ありがたいことなんですけども。でも、徹夜してないな、俺、最近。してない。その仕事がそんな時間に、まして今はな、うん、こういうご時世やし、なかなかないんじゃない？働き方改革もな。スタッフさんも変わっていくからね、その間には。長時間のロケになってくると、スタッフさんが変わっていくから。カメラさんとかも変わっていくから。旅猿ロケが、もう、数少ない、ちょっと、おかしな番組になってきてるんじゃない？今や。昔は、もう、な、いっぱいあったけど。まあ、あったけどね。うん。うん、これだからもうなかなかの、あれやけど、まあそんなしょっちゅうしょっちゅうね、その、DVD 見まくりの旅っていうのがあるわけじゃないから、うん、これがまた久々にね、そういうのがあって、うん、いやもうやっぱなかなか、やなぁ思って、うん、まだやっぱ地べたで寝る時も来るかと思って。この間ジミーさんも地べたで寝てはったなぁと思って、それを思い出して。ジミーさんでも地べたで寝はんねんから、まあまあ、俺なんかもそれもう、なぁ、しゃあないなぁ思ったけど、まだもうヨガマット一枚あるだけでも助かったよ、ほんまに。いや正直もう一枚欲しかった、上に。上にヨガマットかけたらもうちょっと、20分。温まってな。20分ぐらいは寝れたかなぁっていう感じはちょっとすんねんけどね。うん。なかなかでしたわ。
それ続いたら、きついな。まあ、まあ、それはたまたまのな、スケジュールやろうけど。そうそうそう、そんなことがもう、まあ、なかなかないと思いますけどね。うん。ただ、ちょっと解散になってから、なかなか、ハードに。ハードやな、と思って。思うときはあるんですけどもね。でも、どっちか言うと、一、うん、日に詰め込むよね、家事。多分、だから一日に詰め込んだ方が、その空きが出てくるから、そうそう休める日が出てくるっていうことやもんね。うん。それはありがたいねんけど、そこに、すごい家事さん詰め込もうとするから、ちょっと待ってって言って、これ何やったっけっていうことがあるんで。それな、ちょっと思い当たる節があんねんけど、うん、俺やで。うん。俺のスケジュールについて俺はある日言ったと思うねんけど、家事に、うんうん。なるべく詰め込んでって言って、一日に。うんうん、やめていや、俺やねん。だから、ナインティナインのじゃないねん。あ、そうなのか。俺、子供できてからやねんけど、できればな。そのもう、ゲストの兼ね合いとか制作の兼ね合いで、無理やったらしゃあないけど、まあ、できれば、ちょっとまあ、空いてる日作りたいから、はぁ。ちょっとカッと詰めてくれへんかなって言った時期あったな。それやそれがもう全部ギチギチになってる。これなんでここ違うちょっと、って言うもん、俺な、家事に。これちょっと。じゃあ相方のまでは言ってへんで。うん。でもやほら。まあ、コンビの仕事はな。そうそう、コンビの仕事でそうなるから。でもほら、こっちは曜日決まってる。まあ、決まってるな。それは決まってる。やっぱり今回、旅猿ちゃんで、グルナイの二企画はたまたまやん、うん、これまた、今日、今回。まあまあ、そうやな、そうと思いたいな。ごちとり。そうと思いたいけど、そうか、そういうこともあるのか。あ、でも、俺からのが影響してんやつ、それはもう申し訳ないな。ちょっとね、ちょっとこう詰まった部分があるから、ちょっとこう、ふわっとさせて欲しいなっていうところもちょっとある。ええっていう、スケジュール見たら。うん、それはええやわ。うん。あれっていう。ゴチで終わってたらまだな。うん、まだだからね、ゴチ、ま、頑張るってなるやん。ゴチ終わったら寝れるしてね。うん。だけど、なんかどっかで思うねん。ゴチ頑張ってるけど、この後もう一個あんねんっていうさ。そうやな。何時に、ね、寝れるんだろうみたいな。そういうのもあるけども。まあ、そんなん別に、いいんですよ。いいんですけど、もうちょっとファーチ。よくないやん、じゃあ。じゃよくないやん。だから、一日の終わりに、うん、数時間は寝たいよなっていう。あ、まあまあ、そうね、やっぱり。ゼロ時間より。ゼロ時間よりも。まあ、二、三時間。うん、そうね。少なくても。確かにそれはちょっとな、やっぱり寝たいなとは思うけども。いや、それきついよ、聞いただけで。50で。いや、もうでもね、なんやろ。逆にこれすごいねんけど、そんだけ仕事すると今度、あ、家帰って、いや、終わったと。今日長かった。昨日からずっと寝ずに、よかったと思って、うん。さあ寝るぞって思ったら今度寝られへんねんな、また。ああ、わかる、それ。また寝られへんねや。27時間テレビやった後とかさ。そう、全然寝られへんねん。ほんまに。ギンギン。ほんまやで。ビール飲んだりしたら余計に、ギンギンさえるの。そうやね。あれ、このビール飲んだら寝れんのかな思ったけどやな。寝れるかいな。初めてあんななんか、ウイスキー、ロックで飲んだ。寝れるかな思って。生きて一人でやな。何やねんやろな、あれ。ロックでここ飲んだけどもやな。全然寝られへんかったわ。なんか体がこう反応すんのかな、逆に。もうあれやな、体内時計も、おかしなってんやろうし、うん、っていうのはあるけども。それはもう、もうカジさん。もうそれはもううまいこと。やっていこう。俺も言ってもたけど。そんな中で、カジから、原西さんから釣りの誘いがあるんですよ。ちょっと待ってくれと。釣りの、
釣りの時間はちょっと取られんと、朝から。ちょっと待ってくださいっていうね。それのやりとりも多々あるんですけども。まあね、忙しくさせていただいてるのもね、ありがたいなというふうに思いますけども、ちょっとバラしていただけてありがたいなというふうに思います。ナイティナインのオールナイトニッポン、この番組は、ebook イニシアティブジャパン、AK レーシング、日本外資、高須クリニック、栗本鉄工所、D クリニック、ベラジョン無料版、エネオス、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。はい。ずっと真夜中でいいのに暗く黒く。さ あここで来週ですね、はい、2月18日生放送でお送りするスペシャルウィークのお知らせ、先週もお伝えしました企画が決まっております、はい、題しまして、矢部の壁。はいはい、有吉の壁ならぬ矢部の壁と、どのような内容になっているんでしょうか。今飛ぶ鳥をさばく勢いのですね、芸人さんたちに来ていただきまして、はい、矢部の壁を超えるために爆笑間違いなしの鉄板トークを、はい、していただこうということでございます。丸なのか×なのか、果たして矢部の壁を超えることはできるのかと、はい、これも全て矢部氏の判断になります。ありがとうございます。はい、これも全部矢部さんが決めていただいていいということ。ただもう本当もう私ゲラなんでね、壁は低いと思います。低くしてるんですもんね。そうですそうです、花から。はい、はい、なので挑戦者の皆さんはもう、まあ安心して、まあ、いつも通りいつも通りに来てくれればもう、はい、かなり成績が出ると思いますね。これはもう安心してくださいということでございます。そうですね。はい、さあまず一組目はニューヨーク。はい、いやもうね忙しいと思いますよ、ニューヨークも。はい、番組でもね、もう結構出てますよね。うん、もうもちろんそのニューヨークのオールナイトニッポンゼロっていうのをやってましたから、うん、いわゆるもう凱旋みたいなもんですね、ニューヨークに関しては。うん、戻ってきて、まあ、久しぶりにこういろいろやっていただくとこういうことでございます。そうです。アッコさんにも、うん、もうハマるんじゃないか、ハマりかけじゃないか今っていうぐらいのとこまで。なるほど、結構来てますからね。あ、なるほどね。そしたらまあ、もう安泰ですか、ね、もうハマればハマり決定やと、まあ、安泰。そうですね、もう連絡先は交換してるんですかね。それはちょっとわからないですけれども、はい、どこにおんねやみたいなね電話がかかってくるかもわかりませんけれども。そうですね、そうか、屋敷さんは版画やってるんですか。そうそう、これたまたま俺見たのよ、アッコさんの版画をこう、うん、アッコにお任せで、うん、本人の前でね、うん、アッコさんに見せてるとこ見たんですけども、うん、なんとも言えないリアクションをされてちょっと困ってた感じや。アッコさんがですか。アッコさんが、おお、いや上手なんよ、うんうんうん、上手だけど、おーみたいな感じで、うんうんうん、ちょっと屋敷君の中ではどうなんやろ、あれちょっと薄いなみたいな、リアクション薄いなみたいな感じ。でもほんまにやったらもう言いますからね、アッコさん、うちわからんわよほんまの時はもううちようわからんわ、これ半分なんな、生放送でうちわからんわは、うん、よっぽどのやつですよ、うん、岡田これどういうことなのみたいなことになりますからそうではないと、それはなかったねということだと思いますけども、これはでも普通にあれやねんな、ビットコインのこと聞きたいな島さんにほんまにどうなってんのか。そうね、もうあんまりだからやってる人しか分かれへんが、やってない人にはもう全然あれやねんけど、今からビットコインとかどうなんかな。ものすごい、もしかしたらねやってるかもね。もう上がってるでしょ。なんか上がってない、まあ、知らんけど、すごいすっごい得してたりするかもしれんで、ね、島さん。まあそうやな、詳しいんやったらな。うん、もっと早くにタムケンが言うこと聞いといたらよかったのかもわかんないですけど、もうちょっとやり損ねたんで、ね、やめとくわ言うてもたんで、どうなってんのかちょっと聞きたいところではありますけど、はい、はい、さあそして、もう一組ですよね。はい、はい、挑戦者いらっしゃいます。はい、もう一組は、はい、鬼越トマホーク。そうなんです、来ましたよ。もうちょっと分かりませんよ、何が起きるか鬼越さんが来たら生放送ですし、初絡みやわ俺。ああ、まあがっつりとは
ないのかもわからないですけどね、前説とかはやっていただいてましたけども、そうそう、それはあるけど、そうなんですよね、ペンで絡むのはね、まあ、鬼越さんですけども、もうやる気十分でやらせてもらいますっていうことなんで、多分もうえげつないことになるとは思いますえげつないことになるかな、なると思いますよ。で、生放送やからな。そうなんですよね、ドキドキもんやな。でもちょっとこう久々にこうドキドキワクワクする感じになるんじゃないですか、どういう放送になるかちょっとわからないですけども。そう、ね、スタッフさんもわからないと、まあ、怖いですよね、ちょっと怖い三浦氏ちょっと怖いでもそのディレクターさん、キング三浦が怖いって言ったらもうどうしようもなくなってしまいますから大丈夫、怖くはないでしょ、楽しみという意味で、ね、そう、キャラクター芸風がね、ある意味ドキドキするっていうね。そうなんですよね、さあそこで、うん、これね、ハガキ職の皆さんにこれちょっとお願いがあります。はいね、これ多分こう毒吐くくだりあるじゃないですか、やっぱり絶対。いや、もうそれしに来るようなもんでしょ。絶対あると思うんですよ、うん、でも我々あんまりこの毒の吐き方分かってないというか、そういう部分もありますので。あんまりね。そうなんですよ、あまりそういうこと言わないからね。なのでちょっとこう毒をね、毒の吐き方みたいなのを、ね、吐きかけ方みたいなのを、ちょっとハガキ職人の皆さんに書いていただきたいなというふうに思うんですけどもね。そうですね、そうなんですよ、だからいろんなパターンありますよね、多分喧嘩になった時に、酒井さんが止めることもあるでしょうし、金ちゃんが止める時もあるでしょうし、屋敷さんとか、ね、ニューヨークが止める場合もあるでしょうし、いろんなこうパターンが、考えられると思いますので、だからその我々の毒の吐き方をね、書いていただきたいなというふうに思うんですけども、うるせえなーの後ですよね。うるせえなーの後、決めがあるんですね、はい、うるせえなーの後の毒舌を書いてきていただきたいなというふうに思うんですけども、はい、もう何から何まですいません皆さん、30周年漫才もねえ書いてもらって、ほんまですね、毒舌も書いて、毒舌も書いていただくということでございますけれども、お願いします。宛先は2500-8439、日本放送99のオールナイトニッポン〇〇さんへの毒舌の係までお願いします、はい、メールは nn@allnightnippon.com nn@allnightnippon.com、 懸命に〇〇さんへの毒舌と入れた上で、送ってきてください、はい、お願いいたします、はい、あとなんかニューヨークと鬼越は同期で、うん、結構バチバチの関係性と。あ、バチ。今またま、バチってんすか、改めて、バチして振ってくれてるんですかうわ、そこもそこで怖い。な、まあ、なんか平和に行きたいな、来週。平和やったらええのになと思いますけどね。まあ、これ時間が解決すると、ね、我々、僕もね、矢野兵道の矢野とはね、もうバチバチ若い頃ですよ。若い頃してましたけどもね。そういうもんですよ。もう、まあ、大人になったら、まあね。僕も正直、ヘビイチゴの高橋と、喧嘩寸前のとこ行きましたけど、めちゃくちゃ仲良くなりました、ね。仲良くなってるからな。大親友になりましたから。そうなんです。そういうこともあるということでございます。ただいま、こういう時期なんです。そうですね。はい。はい。ちょっとね、めちゃくちゃになった時に備えまして、イマジンスタジオを押さえておりますんで、また。やっぱりね、狭いところよりね、うん、広い方がいいんで、まあ、そうなんですけど、わざわざイマジンスタジオでやることなのかどうなのかはちょっと分かりませんが、一応ね、うん、イマジンスタジオをお借りするということでございます。さあどうなってしまうんでしょうか、はい、来週2月18日生放送でお送りするニューヨーク&鬼越トマホーク登場、矢部の壁、絶対に聞くように、はい、キーステーションに全国36局ネットで放送中、ナイティナインのオールナイトニッポン。これたまたまなんですけど、さっき、はい、寝てない時のね、うんうん、企画、
これ見られたらバレてしまうみたいな話あったじゃないですか、うんはい、これちょっと僕もたまたまそうなんですけど、うん、お腹弱いんですよ僕、うん、まあね昔のリスナーの方とかは、まあ、知ってくれてると思うんですけどこれね一回僕ね、うん、キューって来たらもうダメなんです、うん、ダメなちょっと普通の方とか一応強い方にはちょっと分かってもらえないかもしれないですけど、はいはいはい、ヒューって来たらもうダメなんですね、うん、本当に、うん、それはダメっていうのはもうトイレ行って、うん、しないと治らないんです、うん、はい、うん、で我慢する人いるじゃないですかあちょっとお腹調子悪いなっていうけど、うん、なんか2時間ぐらい収録できたりでもほらあれ波あったりするやんなんかちょっと痛みがグッて我慢したらいけるみたいなそうただ波も一応あるんですよ、うん、弱いなりに、うんうん、だその波弱いから、うん、もう出るんですね。こう、頑張って、頑張って、こう、ね、みんな、お腹下したことあるか分かると思うんですけど。トイレに行ける状態ならいいんでしょ？そう、それだったらいい。行けない場合があるっていう。行けない場合がある、うん。で、もう最悪な時にそれがやってきまして、うん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 、まあ収録前に怪しいなーちょっと怪しいなーって思いながら、うん、でもこれ今すぐ行っても、多分ちょっと出えへんやつやな、すぐって思いながら、うんうんうん、あじゃあ、矢部さんお願いしますって言われて、うん、ああ、そうかそうか、じゃあ行こうと思って、うん、で、本番に入ったんですよ。うん、それが、特番なんですよ。ああ。それが、これ、特番で、はいはいはい、スタジオ、テレビ局じゃなくて結婚式場を借りてスタジオで撮った番組なんですけど、うんうん、今月あんのかなオンエア、うん、それでオープニング終わって、うん、ゲスト紹介して一発目の VTR、うん、一組目芸人が出るんですけど、うん、それ見てる最中に、うん、キューって来たんですよもう冒頭だから、うん収録始まってすぐぐらい。スタジオというかそこのゲスト紹介して V が始まって。始まって。見るのがね。うん。うん、キューって来て、うん。で、もう、早い。そっから早い。うん、あ、これもう、俺、出る。うん、で、V 中は、うん、椅子座ってくださいって言われて。あ、ね。うん。で、とりあえず、もう最悪ごめんって言って V 中行こうと思ってんけど、うん、パッて座ったら、うん、まあ、こう、お尻に蓋されたみたいな感じになって。はいはいはい。プラス、波の、いい方に来たんですよ、ねうん。あら、収まったわ。いけるわ、と。いけるわ。うん、よしよしよし、と思って。うん、で、V 見てたんですよ。うん、で、あ、V ば、V 開けまーすってなって、うん、パッて立ち上がった時に、うん、キューって来たんですよ。今から、ゲストに、ね、いかがでしたかって、フラナーが。俺、思い出したぞ。俺、もう V 降りるなぁ思って、俺立つのになかなか立てんかった。俺、これ何やなと。立たなあかんで、ね、V をもう降りてくんのに、と思ってても。戦ってたんですよ。腹板と。俺はもう冷や汗出てきて、これやばいなぁと思って、うん。で、V が、結構 V 中心のね、うん、収録やったんで、二、うんうん、つ目の V 行った時も、行かしてもらおうと思って。うんVTR です、どうぞ、うん。で、まあ、とりあえず一回座って、うん。ふわーってまた安らぎの時間。うん、あ、これいける、乗り切れるわ、と。うん、やばい、さすがに V 見とかんとね。まあまあ、そらそや、うん。で、V 開け、手前ぐらいでまた、キューって来て、早なってきたの。どんどん、波が、うん。で、これやばいわーと思って、うん、で、結局でも俺、トイレ行ってないやろ。行ってない。最後まで。最後まで行けへんかった。V も止まらんかったし、そのまま収録してたの。ずーっともう、キューってお尻に近い入れて、うん、我慢したのね。うん、で、冷や汗出てくる、鼻水出てくる。うん、なんかじゃもう涙出てくるね。我慢しすぎ、限界やね、多分。なんやねん。うんこ出せへんかったら全部なんか出てくんのかいな。いや、なんやろう、だから。おかしなんねやろうな。だから、どうちょっと、うん、なんか気持ち、巻いてなかった俺。いや、だから、
俺、終わってから、お疲れ様でしたって言って、言うてから、またカジさんが、矢部さんがずっとお腹痛かったみたいな。って言われてんけど、俺に言われて。そんなこと言われても。あ、そうなん？俺気づかんかったけど、と思って、今考えるとね、こう、椅子から立つの遅かったし、あ、意外と今日サクサク行きたいのかな、っていう感じもしましたよ。ゲストは全員俺、一言で次行ってんね。もうこれは最低やね。最低けど、でもまあまあ、感想を聞いて、喋っていただいて、まあ人によってはもう一個こうね。まあまあまあね。行ったりするけど、もう俺も油汗やから、ごめんって思いながら、だから、で、俺、あ、はい、OK でーすって言って、で、最後写真撮ったやん。あ、撮った。もう、はよせー思って、カメラさんに。頼むって思って、もう、貧乏ゆすりしだして、2枚ぐらいパッパって撮って、あ、お疲れ様でしたーって言って、すぐマイク取って、俺一人だけバー早かった。あ、早かった。なんか、なんや、機嫌悪いんか。機嫌悪ないの。俺なんかしたかっていうような感じで、ふわーって言ったから、あ、なんか機嫌悪いんかなーと思ってて、ほんで、まあ、カイさんとか今日なんかお腹の調子がちょっと悪かったみたいで、どうそうな、おまかれんかったけどなーと思って、まあ、いろんなことを今、考えたら、なんかおかしいなーっていう、なんか、小峠さんがまだ喋ろうとしてのぐっと。いや、それは、ちょっとあれ。それは突っ込みちゃうかな。いや、ほんで終わって、もうあかんっていう感じ。もう、トイレ行きながらベルト外してる感じ。で、バーンって入ったら、まず、洗面台があって、で、小便器があって、個室があるのね。で、個室空いてたらよかった。バーンって入って、綺麗なトイレやわ。結婚式場やから。しかも、二重の扉なんてなったら、いきなり一個バーンって開いて、あ、もうトイレなんかなと思って曲がったらもう一個扉あったやん。そう。計三個あるやん。一個余計やから。台まで行ったら。どこにあんねんって一瞬思って。で、一番奥まで行って、もうギリギリセーフ。ダーって。ふわーってほっとして。で、もう収録ないからもうゆっくりしてさ。でちょっとなんやろ、まあ、トイレの個室によってさ、ちょっとトイレットペーパーがすごく近いとこに、便器に近いとこについてたりするとか、そういうタイプや。で、まあ、じゃあって流し、うわ、よかったと思って、キレキレ拭いて、で、まあ、私その場でこう上げて、出てったのね。ほんだら洗面台の鏡やん、パーンって出たら。鏡見て、こう、手洗うとしたら、なんか気配感じるよね。違和感。これなんやろな、パッて見たら、お尻からトイレットペーパーが、ブワー個室にずーっと続いてんねん。これ俺な、初めてちゃうねん。俺もそれ知ってんで。これ人生で2回目やから。俺それ見てんちゃうかな、見てる。あのね、ぐるなりのロケやねそれ。あのホテルの控え室な、もう矢部浩之の残像みたいな。うわっ、それとペースかパンツに挟まった。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、ナインティナインのオールナイトニッポン。オールナイトニッポン。針金虫。はい、来ましたね、針金虫ね。もしも夢人が針金虫に乗っ取られたらどんな言動行動なるかを書いてきてもらうコーナーです。はい、まずは千葉県のマッカオさんからいただきました。おぎやはぎの2人が針金虫に乗っ取られていました。おぎです、やはぎです。おぎやはぎですけど、何か問題あんのかよ、おい。なんか問題あんなら言えよ、おい。黙ってねえでよ。いいよ、舞台上がってこいよ、あ？こんな昔はあったんかな、女。劇場でこう睨まれたらな、ね、置いていく芸人さんって吉本にもいるってよう聞きましたからね。な、途中で。ね。ほら、みたいな。怖いな。
まあ、言うてたやん、でも、若い時な。それはほんまにもうな、アホや、アホなだけやで。二丁目で。何見てね、こらいや、そんなん言うのがかっこええと思う。いやいや、そうなのよね、ちょっと。いや、まあ。何見てんねんで、見に来てくれてはるから、ね。お金払ってな。そうそうそう。そんなん言いたい時期ってあるじゃないですか、なんか。あの、もう、自分でどういうキャラやっていったらええのか分かれへん。なんかあるじゃないですか。天然素材の時もそのね、演出家の方に、うん、あの、何やったっけ、あの、ほら、ジーンズのほら、つなぎのようなやつ。なんていうの、オーバーオール。オーバーオール。オーバーオール着てたら、うん、その演出家の方にあざといと。うん。あざといもなんか可愛く見せようとしてるのかなんか知らんけど、そんなあざといんだよって言われて。うん。そう思って。全部オーバーオール捨てたからね。捨てたよ。オーバーオール捨てたもん、そっから。まあ、まあ、普通に流行ってたからな。流行ってたから、俺はその、な、肩を外してペローンと刺して、着てただけやねんけども、そんなんか、なんか、自分で可愛いと思ってんのか知らんけど、あざといんやって言われて、腹立つわ、思ったんで捨てて。ほんで自分のキャラ分からんなって、その二丁目とかで見に来てくれてる人に、うる、何見てんのよなって。かわいそうに、そのお客さん。当たられて。そんなあったやん。だから、こう、あの、ネタでも、こう、どっから来やったんですかとか、もう指さすなや、みたいな。うん、指さすなって、相方に言われて。もうやめとけって、って指ぐー下げられて、足でこう、お前どっから来たんやん。足でっていう。もうわけわからん。やからの絡み方。お客さんにやからの絡み方するっていう時期がちょっとあったんですよね。そうですね。そんな時あったやな、もう。毒吐いてたな。毒吐いてました。わからんような時ありました。ジャグジー、差し上げておきましょう。続きましては、松戸市のトッティハガキでいただきました。踊る大捜査線の青島刑事が針金虫に乗っ取られていました。室井さん、聞こえるか？どうして現場に俺が行かなきゃならないんだ！ショックやな。絶対行かなあかんけどね。これはショックやな。絶対行かなあかんね。いや、針金虫が操作してるから。そうやね。そうやね。恐ろしいよ、これ。そうそうそう。自分じゃないね。うん。踊る大捜査線のね、映画にも、ザ・ムービーもちょっと出させてもらったけど、うん、あれもめちゃイケで、たまたまね、受験してる時ですよ。受験勉強も嫌になってきて、たまたま踊る大捜査線撮ってあるビデオを見てたら、うん、あの、不安なんですってって言われて、はいって言って、うん、フジテレビの偉いさんに。あの映画のオファーに来ましたって言われて、マジで出るんですかって出させてもうと。ラッキーや。ジャグジー差し上げときましょう。何が仕事につながるか分からへんからね。千葉県の和平ミラー、メールでいただきました。はい、セルジオ越後さんが針金虫に乗っ取られていました。こんなんじゃダメだよ。これじゃワールドカップなんかいけないよ。日本サッカー舐めてるよ。舐めたらあっかん。舐めたらあっかん。サッカー舐めずにこれ舐めて。ミューラーのゲルマン魂。ミューラー？ミューラー。古いなぁ。ああうん、いやでもセルジオさんはもう日本サッカー愛してますからそうねそう、うん、あれ愛情の裏返しなんでうん、ま、ある意味針金虫やなもはやねそうね花からね花からそういう状態なのかもわからないですもんね、うんジャグジー、差し上げておきましょう続きましては稲沢市、ジャーキーからいただきました、はい横山やすさんが針金虫に乗っ取られていましたどこ見とんねんお前とマネージャーって俺の目見とかんとこの美しい景色だけ見とけほんまにダホお前それで怒られんねや美しい景色でやす師匠絶対言わへんやつYouTube に出てるけどねうん、うん面白いな。セスナと一緒に写真撮ってはるやつとか。すごいなぁ、思って。セスナやで。続きまして、沖縄県のうなぎ犬ボンバイエーからいただきました。ミスター・ビーンが針金虫に乗っ取られていました。これ、カッコずっと続けてくださいって書いてある。
いや、まあ、ずっとやわな。そう、もともと、ハリガネムシが入ってるようなキャラなのだって言われて。難しい、どこまでやったらええか。引きは分かれへんわ。結局、あの人って辞めはったんですか、ミスター・ビーンも。うん、なんか、ね。最後の方やな。もうこんな年いってこんな、なんかやってられへんってな。やめはってんけど、ほんまにやめはったんかな。そんなこと言ってやめんでもええのにな。そうやねんな。なんか嫌になったんかもわからへんけどな。ジャグジー、差し上げておきましょう。岩手県どんか町をハガキでいただきました。さかなクンがハリガネムシに乗っ取られていました。おはようございます。さかなクンです。今日は漁船に乗って東京湾に深海魚を探しに来ました。漁業なんとあいにくの悪天候で残念ながら船長さんが船を引き返すということです。ふざけんじゃねえよ、しょんべんちびってんじゃねえぞ、船長。牛は見るなよ、お前。前だけ見てろ。お前が舵を取れ、せいやないよ、さかなクン。怖いな、さかなクン。もしもって考えたら怖いよね。そうよ、さかなクン、定期的に僕、連絡来るんですよ。へぇ、さかなクンから。うん、何々を、個人的になんかな、僕にすごい番宣してくるんですよ。さかなクン、これ見てください、僕出てますから。釣りが好きやから。そうそうそう。ね、なんか、石垣島でダイビング一緒にやってたメンバーの人が、さかなクンがよくお世話になってるみたいで、それつながりで、連絡先交換したりとか、連絡もよく来るんですけど、あれに私出てますから見てくださいね、とか言って。なんで俺にだけ個人的にこの、番宣してくれんのかな、と思いながら。親近感あんのかな。そうそうそう、結構ね、連絡くれるんですよ、さかなクンが。ありがたいなと思います。ジャグジー差し上げておきましょう。今日は以上です。はい、郵便番号 100-8439 日本放送99のオレンジ日本針金虫の係までお願いします。メールは nn@orenjo-nippon.com nn@orenjo-nippon.com 懸命に針金虫と入れてください。はい、さあ、来週のオールナイトニッポンは毎日がスペシャルです。ここで各番組のお知らせを一気にどうぞ。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中。ナインティナインのオールナイトニッポン。さあ、メール、普通歌か。普通歌って久しぶりやね。茨城県エミュー Q からいただきました。こんばんは。以前ネットで岡村隆史が一瞬俳優の成田凌君に見えたとの書き込みを見ました。成田凌君は綺麗な岡村隆史との声もありました。矢部さんが高橋一生さん、岡村さんが成田凌君、その他似ていると言われたことのある芸能人いますか。成田凌君な。まあ、目大きくて。まあ、どうやろうな。それは自分ではそんな思ったことはないけどね、もちろん。そう。言われたらっていうね。いや、あんまりな、言うと、俺 V6 の岡田くんに似てると思ってたから、で思ってたけど、あんまり言うと本人嫌がってるところもあったし。そうなの？なんかちょっとあんまり言わん方がええのかなと思ったりすることもあったしね。そのファンの方もね、っていうふうになるから。岡田くんやったら成田くんちゃうかな。かな。なんかパッと今、うん、自分では岡田くんよりやと思ってね。不思議やな。いや、分かれへんで、分かれへんけどさ。俺も高橋一生なんかさ、なんか全然似てると思わない、自分で。ああ。わ、さ、分かるで。わかるけどっていう感じ。二次。これでもね、でもほんまに高橋一生さんとか見たらほんまに男前ねんって。うん、うん。びっくりするから、ほんまに。芸能人の方って。うん、他、他に誰だ、新次郎議員ですよ、僕。うん、週刊誌に。こう。ああ。似てるみたいな。写真、うん、なんか、並べられた。ああ。小泉進次郎議員。まあでもアジア行ったら僕みたいなガイドさんがいっぱいいる言うてね、いろいろ乗せられたり、勝手に岡村岡村って言う人がいるっていうのはよく聞いたことありますけどね、ガイドさんで。トゥクトゥクとか乗ってはる人で。岡村岡村って言って、お客さんをこう、日本人のお客さんを、こう、
連れてきはるというか、まあ、似てる、そういう人がいるっていうのは聞いたことありますけど。そうやんな、ノッチさんとかも一時期ちょ似てたもんな、坊主とかしてた時とか。まあそうやな、うん、でもまあ、実際やっぱりそのほんまに役者さんとか、まあアイドルの方そうやけど、実際見たら全然ちゃうからね、うん、ほんまめちゃくちゃ男前やしね、うん、実際のところは、うん、綺麗な顔してはるな。小田裕二さんね、小田裕二さん見た時ビビったもん、うん、あの全然なんやろ、小田裕二、あのね、うちの同級生の後藤が似てる似てる言うて言ってたけど、まあ小田裕二さんは男前やったわ、うん、びっくりした、まあ、そういう人いっぱいいるとは思うねんけどね、そういう人、まあありがたいっちゃありがたいけども、うんうん、まあ自分で言うのもあれですけども、うん、僕なんかちゃいますよ、うん、こうもうちょっとここもうちょっとほんま鼻の下だけな、こんなに長くなかったなと思う時はありますけど、どうなってたんやろうな。長いのかね。長いねんって、やっぱり俺長いと思うもん、自分でこう鏡とか見ててね、ちょっと長いなと思うねんって。ああそう、うん、自分で思うぐらいやから多分そうやねんと思う。このもうちょっと上がってたらちょっと違う顔やったと思う、うん、ここは口元が、うん、だから65ぐらいになったらヒゲ生やそうかなと思ってもう脱毛いかへんかったし。あ、こう隠すっていうこと？そうそうそう、この長さをちょっとこう隠すために、うん、脱毛3回ぐらい行ってもだけどね、行ってもだけど、まあここらで止めときゃええかなと思って、ほんなヒゲぐらいはええ感じに生えるんちゃうかなと思っていうふうにはちょっと思ってますけどね。ヒゲ生やすの勇気いるな。まあそう、我々みたいな、うーん、急にな、ヒゲ生やしたら、そう、まあ、だ休みの日とかボーボーでな来る時あるから、スタッフは知ってるやろうけど、ちょっとヒゲ勇気いるな。一瞬東野さんがヒゲちょっと生やしかけた時あって、どうしたんですか、ヒゲ生やすんですか、いやちょっとここ荒れてるからヒゲ剃ってないだけやねんって言うてはってんけど、ちょっとヒゲ試す様子見たんかな、様子見た時あったんちゃうかなと一瞬は思ったの。でもう一つやったんかな、もう一つやったが、旅猿行った時に昔韓国で脱毛したいって言うて、ここ脱毛しはったね、ヒゲ。だからちょっと葛藤はあったんちゃう、東野さんの中でも、生やすかもうなくすかみたいな。東野さんがよう言うもん、もうあれ楽屋でヒゲ剃ってんの俺とやべぐらいやでもうみんなもうあれやから、脱毛してヒゲとかもう芸人さんももうないからって言う。そう言うよね、みんな。うん、まあ俺は3回しかやってないからな、まだあれやけどでももう減ってきたんや。減った部分はある。だからもう生えてけえへんとこはあると思う、多分絶対に。でもしゃあない、もうそこはもうしょうがないね。まあそうね、うん、まあだから65ぐらいになったらちょっと生やしてみようかなと思ってというふうに思ってますけど、コーナー行きましょうか。悪い人の夢。はい、さあ、まずはですね、これは杉並区のダラスマブスからいただきました。夢見ました。みちょぱがコメントをしていました。中途半端に悪いことしてた人に限って自慢してくるのが超ダサい。おっさんがやる TikTok は見てらんない。今クラブハウス批判してる人も絶対後から始めるって。私にとって芦田愛菜ちゃんじゃなくて愛菜さんだから。フットの後藤さんの足の短さはたまに本当に引いちゃう。サンドイッチマンの伊達さんの目ってほぼ小豆じゃん。世間は誠司さんに甘すぎない？誠司さんに甘すぎない。そんなことはないと思うけどね。結構厳しめちゃう。そうだね。うん。ああ、どうやろうか、クラブハウス。ああ。ねえ、うん。まだ来るけどね。なんか招待来るけど、まだちょっと待ってるけど、ちょっとそのままにしてる。どっちがいいのかな。やってんの？オーガさんはやってんの？クラブハウス。使ってない。使ってないのか。どうなんや。まあでも今一番でも食いついてるよね、みんな。そうやろ。こんだけな。そう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 。うん、話題になってるから。うん。なんかでももう載せてもうたやろ？なんかこの、なんか喋ってるやつとかをなんか載せてもって、そのルール違反なんでしょ？ああ。
うん、それは絶対こう、内容を明かしてはいけない、こう、録音してもいけない、どっかにそれをあれしてもいけないっていうのにもう、なんか流れてるみたいで。うん。うん、だそれはルール違反なんだねって、もうそうすると二度とできへんねんでっていう、そのジャッジを誰がしてるかが分からへんからな。あ、そう、ね。ある日言われんのか知らんけど。うん。うん、まだがもう、まだ分かりません。まだちょっと、そーっとしておきます。クラブハウス。ジャグジーに差し上げておきましょう。続きましては、宝塚市心の折れたエンジェルからいただきました。今見ました。ワル・シン・ウルトラマンを見ました。おい、早田。お前怪獣出てきたら絶対いなくなるよな。そんなことないっすよ。僕戦ってますって。これまで何十体と怪獣倒したけど、お前が怪獣と戦ってるの見たことねえよ。そんなことないですって。俺めちゃくちゃ戦ってますもん。お前今月から給料減給な。それだけ勘弁してくださいって。今月ピンチなんですって。では、なぜ怪獣が現れると姿を消すのか、始末書で説明してもらおうか。いやー、それは、給料が減るのと自分のサボりを隠し通すこと、どっちが大事なんだ。それは、怪獣が現れると姿を消すことを怪しまれた早田隊員。だが彼がウルトラマンであることは決して知られてはならない。果たして早田隊員が下した決断とは。映画シン・ウルトラマンご期待ください。シン・ウルトラマンね、あれいつですか、いつやるんでしたっけ。夏頃。おもろいよね。シン・ゴジラあってそれから、新ウルトラマンあって、うん、これからまた多分いろんな新シリーズ撮らはるんちゃう？なあ。ちょっと楽しみ。また新しいウルトラマンになるんちゃうかな。うん、っていうふうに思いますけどね、うん。ちょっと楽しみですけど。セブン、うん、差し上げておきましょう。続きましては宝塚市、心の折れたエンジェルからいただきました。今見ました。ワルおいでやす小田が国葬祭バレンタインキッスに突っ込んでいました。チャンス少なすぎるやろ。俺ダーリンちゃうわ。誰もが浮かれてカーニバル、彼氏のハートを射止めて、オンベイビー、オンベイビーラミドゥ。浮かれてんのモテてるやつだけじゃ。いっぱい持てるやつにあげんな。何する気じゃ。バレンタインデイピース。いきなり何するんじゃ。バレンタインデイピース。だから何するんじゃ。バレンタインデイピース。リボンをかけて。俺もそういう青春送りたかったわ。なんか全然ネタでありそう。覚えてますか。野田、まあ野田ちゃんは小田ほんま喉強いよな。すごいわ。全然枯れたりもせえへんって言ってたもん。全力で言ってるけど全くやねんな。すごいと思うわ。枯れるけどな。いや今でもちょっと怖いもん。自分でこれ言うてて、かすってなるんちゃうかな思って。ドキドキしながらハガキ読んでましたけど。一日何回ももう今、ね、ネタするでしょう。番組呼ばれて。ほんまな。うん。大変やと思う、ほんまに。インパルスコンパルスさせてあげておきましょう。続きましては、豊田市の温泉イレブン、メールでいただきました。世にも奇妙な物語に、ストーリーテイラーのタモリさんがこんなことを言っていました。この世には数々の奇妙な出来事が存在します。例えばフロリダ半島、プエルトリコ、バミューダ諸島を結んだ三角形の海域、バミューダトライアングルをご存知でしょうか。昔からこの海域に入り込んだ船や飛行機がこの世から忽然と姿を消してしまうというとても奇妙な伝説が存在するのです。似たような話で私の知っているとあるお笑い芸人の話があります。彼は若い頃松竹芸能の先輩に誘われ、とある奇妙な大人の社交場へと誘われたのでした。彼はそこで奇妙なマダムの話し相手をさせられるが、で出された奇妙なワインにも一切口をつけなかったのでした。するとどうでしょう、3時間ほど経った次の瞬間にこの青年は脱いでいた上着と諸共この世から忽然と姿を消してしまったのです。
ブッチや。まあ、ブッチやな。当時、ブッチ言ってたわ。今でもブッチ言うんかな。ブッチ言わんやろな。ば、まあ、もうバックレタとかもっと古いんか。バックレタ。そうやな。今なんて言うんやろ、そういうこと。飛んだって言うんじゃん。飛んだ。から結局バイトって最後飛ぶけどな、どっちにしても。まあ飛ぶよね。俺もコンビニ、コンビニも最後どうやったの、辞めるって言ってないもんな、結果。行かんようになった。行かんようになった、そのまま。ふわーっとフェードアウトして行かんようになった。まあまあ。バイトやからやっぱ多いんかな。なんか自分の中で最後のこの給料もらって、みたいな。だから今あれでしょ、その辞めますって言いに行く代理の人のあれがあるんだろ、うん、あの自分で言いにくいとか言いにくいから、それを代理で、やる人もいるらしいよ。会社か。正社員。バイトでそんな人いないよな、普通に。ハッピーとかも返さなあかんしな。いや、そうなんだよね。そうそうそう。だいぶ行ったから、持って帰って洗ってたと思うねんな、俺。コンビニのあの上着。自分で。でもなんかもうやめようって決めた時、そのなんかロッカーにかけていった。返したと思う。このままやったらあかん、思って。もうその、コンビニもあんのかな、もうないねやろな、多分。あそこは、あそこあるんちゃう？あんのかな？大きい通り沿いに面してたから。あんねやったらちょっと見てみたいけどな、もしかしたらないのかもわからん。俺なんか一回見に行ってなかったような気もしてんねん。アナザースカイで行ってみた。ここが僕のアナザースカイ。コンビニが忙しかったんで。アルコールは、関西で初めて入れたから。今もまた何回も言うけど、今みんなもコンビニで当たり前のようにアルコール買えるようになった時代やからあれやけど。昔はなかった。ないよ、コンビニで売ったらあかんかってんもん。テストで初めて関西エリアで、関西エリアで実験的に導入されてんから。茨城。そうや。どんだけ忙しかったか。あれやな、コンビニでもなんか、やったな、俺突然行って。しょうもないこと。そうや。コンビニでもやってたわ。ゲンチャリですれ違うみたいな。同じようなこと。じゃあ、あれやもん。あなたの兄貴が勝手に来て本とか立ち読みでそのまま本持ったまま。ちょっと。ボケでな。っていう。飽きませんよっていう。持ってって飽きませんよっていうコントとか深夜にやらされておったから。めんどくさがってもそれ。飽きませんよ。なんか普通になんか買って何も喋らんと。そうや。買って帰ったことなかったっけ。ありがとうございましたって言って。なんやろな、あのブーム。わからん。あのシュール時代。シュール時代。尖ってる時代とシュール時代と。シュールがいいっていう。面白い思てんねんな。うん、何やってんのって。こっちからでもこのなんか、なんやねんっていうのも。違うし。喋り出したら方が負けみたいな。そうそうそう。ノリ？ほんで結局何も言わんまま。ボケなのか何なのかもわからんまま。帰ってけえへんな。ああ、なんか、学生ノリな感じするな、はい。シュール時代。セブン差し上げときましょう。続きましては、岩手県のドンカマ町はがきでいただきました。意味見ました。ジャネットがアルコールドリンクの名前のみで小話をしていました。この間酒女ロックみたいな男とセックスオンザビーチした時の話やねんけどな。男が俺とバラライカシンデレラってレッドアイで言うもんやから、まあウォッカって思って、じゃあスコッチだけって言うて、じゃあチューハイする、そしたらジャネットのマンゴーやらしいがやな、ジンするジンする言うて素敵やん。ほんで男のスクリュードライバーがマッコリするやん、バーボンするやん、素敵やん。ジャネット一生懸命探しました、そして見つけました。今日はスタジオに来てくれました、どうぞ言うたらね、ついにドンペリニオンのお出ましやがな。その男ジャネットのパインサワーをトム・コリンズしたかと思ったらね、ニコラシカーって笑って、好きなの嫌いなのどっちなのっていう言葉攻めするもんやから、ウイスキー言うてやね。そしたらその男ジャネットをサングリア返してむちゃくちゃしよんねん。
せやからジャネットも負けず自慢のパインサワーで男の顔をレゲエパンチしてやったらね、嬉しそうな顔しながらドンペリニューの先っちょを光らせとった。次第にジャネットもモヒートしてきてやね、ベルモット、ベルモットちょうだい、ベルモット言ったらやね、男がそれに答えんねや、もう XYG やね、これ以上ないね、ちょっとマティーニ、ギブソン、ギブソン言うてもやめないもんやからね、ジャネットもたまらずボジャネルームをしてしまいましてね、そしたら男がそれをテイスティングしてやね、100年に一度の出来、近年にない出来や、言うてやね、この男バカルディやな、思ったね、最後はドンペリニオンがシャンパンシャワーでえらいスパークリングしましてね、そんな飲んで飲んで飲まれて飲んでみたいなね、そんな夜がありまして、すごいな、この小話最近あの書いてきてくれるけど、この小話パターンめっちゃ調べてな、お酒の種類、なんかジャネットの世界観も壊さずに、壊さない、素晴らしいね、なんかあげたいけど、なんもなんかあげましょうか。毒まんじゅう、懐かしの懐かしの毒まんじゅう差し上げておきましょう。今日は以上です。If you better grab some coffee, your mind's beginning to play tricks on you. ナインティナインのオールナイトニッポン、ナインティナイン、ナインティナイン、ナインティナイン、日本放送ナインティナインのオールナイトニッポン、ナインナイン30周年記念漫才。はい、30周年ね、記念漫才ネタを皆さんに書いてもらうコーナーです。はい、これはまずはですね、品川区のペンネームトラキッチンからいただきました。どうも、ナインティナインです。ちょっとご相談があるんですが。どうされました？私、ハガキ職人になりたい。ラジオやってる側の岡村さんがハガキ職人やるんですか？他の番組にハガキを送ることで、ハガキ職人の気持ちを知りたい。あ、それはいいじゃないですか。どの番組に送るんですか？ KBC 九州朝日放送の上川正幸、今日も喋りすぎ。という番組に送ろうかと思っております。どこの何ですか？ちょっと九州の人には申し訳ないですけど。え、知らんと？ナインティナインのオールナイトニッポンは KBC 九州朝日放送にも流れてる。それは申し訳ないです。局はいいとして、その番組は知らないです。え、今日も喋るすぎ知らんと？あの旗ヨークがたまに出てる。存じ上げてないんですが、旗ヨークの生存が知れたことは嬉しいです。その番組に9時からホークス西田がチラリっていうコーナーがあるんですよ。また知らない名前が出てきて混乱してるんですが、西田応援隊長がホークスのマニアックな情報をお届けしてくれるコーナーなんです。このコーナーがまた面白か。え、でもそのコーナーってネタハガキって募集してるんですか？あいた、確かに募集してない。でもこのコーナーの面白い部分をちょっとでも吸収できたらなと思いまして、吸収だけに。全然うまいこと言えてないですよ。もういいよ。どうもありがとうございました。最初のとこだけつかめたかな。ちょっとご相談があるんですか。いや、花丸感はあったんじゃないですか。花丸感。私、激しくになりたい。ね、うん。あそこも好きですけどね。あの入り口ね。これ調べたらほんまにありましたね。川上正幸さんの。ああ、そうなんや。今もやってんのかな、今もやってるかどうかわからないですけど。いてはんのかなと思って調べたらいてはりました。ジャグジー、差し上げときましょう。続きましては、宝塚市心の折れたエンジェルからいただきました。どうも。二人合わせて、ナインティナイン。で、お前もやれよ。え？二人合わせてやんないと意味ないんだよ。俺そういうの絶対やんないから。こういうのやらないとダメなんですよ。もうすぐ春なんてダジャレ言います？なんで？なんで春先だからダジャレ言うの？ウラジオストクのラジオ番組、全然意味わかんねえ。そらそうだろ。お前ロシア語わかんねえんだからわかるわけねえだろ。リスみたいな顔のリスナー、そんなやつばっか。嫌なこと言うなよ。みんな頑張って聞いてんだから。てか肯定しちゃったよ。鼻キーホルダーをつけてる人と話した。変わり者だった。だろうね。自分で言うのもあれだけど、あれつけて歩いてるやつ、変わってるやつに決まってんだよ。
オカリナをカリナ、ユイピーが一人っきりだ。寂しいよ。なんでオカリナだけ重宝してるんだよ。二人で呼んでやれよ。下田歌劇が過激になった。だってうんこ流さずに帰ったから。流せよ。それはうんこ流さずに帰ったら切れるわ。ビッグハットがハッとした。だってうんこの匂いがするから。そりゃそうだろう。家の中うんこの匂いしたら誰でもそうなるだろう。てかうんこばっかりかよ。ウェットティッシュで拭いてウェってなった。だっていろいろあったから。何があったんだよ。ウェットティッシュってこと、ウェットティッシュってことは絶対うんこ拭いてんだろう。待てよ、お前それ漏らしたんじゃねえだろうな。やべがやべえこと言い出した。僕は聖徳太子です。やめろよ、恥ずかしいわ。本当にやべえやつじゃん。俺なんでこんなこと言ったんだろうな。もういいよ。どうもありがとうございました。サマーズ風って書いてある。なんかでもあったよな、三村さんが。お二人、やれよ、お前っていう。いや、なんか、なんかのネタで、なんかあったような気すんの。お二人でやらないと意味ねえんだよっていう。なんかであったような気はするな。そうやねんな。なんかあってんけどな。何やったよな、思い出されへんねんけど。やりはれへんかってんな、大竹さんが。なんか、なんのパターンやったかな。ちょっとわからへんけど。つかみかな。何やろな。コントしかや、今年やからな、うん。でもなんかあったような。あったような気がしますね。ウェッティ差し上げておきましょう。続きまして品川区のペンネームトラキッチンからいただきました。どうも、ナインティナインでございます。ちょっと聞いてほしいことがあるんやけど。ちょっと待って、こっちも聞きたいことあるんやけど。なんで君も糸師匠やってんの？君の方こそ、恋師匠になってどないしたんやって言わへんの。先週君めちゃくちゃ恋師匠やりたがってたやん。だから僕が譲ったのに。もう二人とも愛し師匠で言ったらいいんじゃない？そうやね。で、君が聞きたいことって何なん？何やったかな？君が先に聞いていいよ。僕が先に聞いていいの、うん、じゃあ僕の質問聞いた後に君が質問することにしようか。そうしようか。お互いに一個ずつ質問しよう。ほんなら聞くけど、クラブハウスってどうやったらできんの？クラブハウスって何？それ質問一個とみなしてええの？それ質問になるの？だってクラブハウスって何って聞いたやん。あ、そうやな。でも知らんかったら答えられへんやん。確かにそうやな。こういうのは西野に聞いた方がええか。西野って誰？それも質問としてカウントしてええの？そうなの。ようわからんからもう漫才終わろうか。うん、そうしようか。どうもありがとうございました。言ってたやつが来た。二人、愛し師匠。もう、愛し恋師匠のパターンはもうないんちゃうかな。これでもう終わりなような気がするな。人恋さんはな。人恋師匠はもうないかな。うん。やっぱな、このまあクラブハウスに来てるな、やっぱな。まあ、わからんわ。わかりません。全然私たちもわかりませんので、今日は以上ですか。今日は以上になります。インパルスコンパルス差し上げておきます。しっかり準備してきたよね。準備してきたよ。大丈夫？大丈夫だよ。自信ある？自信あるよ。いけそうだね。頑張るよ。頑張って。頑張れ受験生。ナインティナインのオールナイトニッポン。ナインティナイン共通テスト。さあ、このコーナーは全国の受験生を応援するお部屋探しのエイブルの応援を受けまして展開しております。共通テストよりもある意味難しいと言われている試験、ないない共通テストに出そうなアホな問題とその答えを送ってくださいというコーナーでございます。まずは、岩手県のドンカマチョからいただきました問題。サウナの個室の一番高いところには、ボスザルみたいな親父がいる。いいのよね。サウナ行くと顔なじみになるんでしょ。そうそうそう、ね、あの行く時間とかがね、もうだいたい一緒になってきて、あの最初は全然あの喋ってくれはれへんねんけど、顔なじみになったらいつも同じ時間ですねとか言って言わはるんですけど、ちょこちょこ喋れるようになるんですけど、ステッカー差し上げておきましょう。続きましては品川区のトラキッチンからいただきました問題。ニューヨークは二人とも
空手の有段者。そうなんや。どっちも強いやん、鬼越も。ニューヨークも。違う？どっちも強いやん。なんかあったらもうえらいこっちゃやん。こっちなんか緑帯やのに。空手緑帯やのに。意外やなぁ、空手は。嶋佐が初段、屋敷二段やって。強っ。鬼越と本気でやったらええんじゃん。どっちが勝つか、ほんま。鬼越は分からへんよね。まあ、キャラは、こわもてでな、あれけど。あ、そうなんや。うん、もうまた来週怖なってきたな。やらいことになりそうやで、これ。ステッカー差し上げときましょう。続きましては、福岡県プリエモッコからいただきました。問題。ナインティナインにかつての夢をテーマにした別のコンビ名をつけると、公務員飼育員。おお、公務員飼育員。夢っていうか、まあね、あの、公務員になろうっていうふうに思ってましたから、飼育員は夢やったかもわかんないですけどね、まあ、狼のね。子供の時のね。公務員飼育員。なるほどね。あってもおかしくないな。いいコンビ名かもわからないです。お守り差し上げておきましょう。続きましては、福岡県の空と大地メールでいただきました。問題。中目黒のブックオフから出てきたしずちゃんには、しずちゃんにばったり出くわした岡村隆史。しずちゃんの手には何があった？明日のジョー全巻。そうそうそう。言ってたなぁ、それなんか。そうやね。たまたま追ってん。おぉ、しずちゃんやと思って。始め出した時かなぁ。そう、始め出したか、始める前かぐらいの時やったと思うなぁ。明日のジョー全巻、持って出てきた。やってたんかな、やり出した時やったかな。まあでも、入り込めるよね、明日のジョー。まあそうね。うん。ちょっとやっぱり、読み出すと止まれへんな。明日のジョーも。我々は。ステッカー差し上げておきましょう。続きまして、品川区トラキッチンからいただきました。問題。バイク、川崎バイクの、対義語は、ダンプ、松本、ダンプ。そうやな。おったおった、俺がもう 125cc のバイク、オートマ限定取りに行ってる時、ダンプの免許取ってる人がいたからね。ヤッキーみたいな女の人に。出くわしたからパッて待ってたら、もう顎で行け行けみたいな。すいませんってめーって走ってた。125cc。今言うてもみんなに言われる。なんでそんなそんと。いや、ほんまや、謎やな。10年取ったらいいじゃないですかって。125謎やなぁ。125乗りたかったやったっけ？そう。125cc も、あの、マジェスティっていうバイクのなんか、コマジェっていうの、125cc があって、もう、うん、台湾でしか作られてないのかな、わからへんけど、うん。それ乗るって決めてたから、うん。今考えたらね、もう取っときゃよかったのにと思いますが、うん、モバイルバッテリー差し上げておきましょう。福岡県プリエモコからいただきました。問題。カニエウエストの対義語は、エビス東口。カニエウエスト、エビス東口。なるほどね。うん、エビス東口よくわからないですけど。西口東口ね。これはお守り差し上げておきましょう。続きまして、練馬区、背番号610からいただきました。問題。麒麟が来る全44話、岡村隆史演じる菊丸の登場シーンは全部で何分？1時間7分17秒。測ったんや。こんな測ってくれんでもええのに。すげえな。そうか。たった1時間か。それでも一年かかった。まあまあ、そうなるよね。そうやねんな。そんなもんやったか。もっと出てるような気もしたけど。そんなもんか。ごめんな、こんな計らして。
すごいよね。これは、ありがたいけども、しんどかったでしょう。いろいろ、ストップウォッチ片手に見たんか何、どうしながら数えてくれたんかわからないですけれども、ありがたいと思います。モバイルバッテリー差し上げときましょう。今日は以上です。さあ。はい、呼び込みですね。はい。はがきは指番号 100-8439 日本総ナイティナイのオールナイトニッポンナイナイ共通テストの係まで。メールは nn@allnightnippon.com、nn@allnightnippon.com、件名には共通テストと書いてください。コーナーで読まれた方にはオリジナルノベルティグッズ、ステッカーお守り、モバイルバッテリーのうち一つ差し上げます。さあ、先週もね、お知らせしてました。はい。受験シーズンということでございまして、今日は電話でね、はい。受験生と実際に話してみようかと。受験生がメールいただいてますよ。はい。福井県良平、18歳。福井県に住むリスナー歴3年の受験生です。はい。僕は推薦での国公立大学入学を目指すべく、この前行われた共通テストの後、面接試験を受け、今合格発表を待つ身です。もし推薦が不合格だった場合に備えて、前期試験に向けての勉強中なんですが、なかなかモチベーションが上がりません。かつて甲子園大学不合格という悔しさを味わった矢部さんに勉強のモチベーションを保つ方法を教えてほしいです。あと恋愛相談にも乗っていただきたいです。よろしくお願いしますと。電話つながってるみたいですよ。もしもし。もしもし。あ、こんばんは。こんばんは。良平くん。はい。どうなの手応えの方は。正直、猛勉強して、自分なりに納得いく結果だったんですよ。おうほうほうほう。はい。な、自信あるちゅうことや。はい、そうです。へぇー。ほんならもうええんちゃうの。これ自信ある分不合格だった時やんな。そうなんですよ。ああ。その分。そうやな。モチベーションが上がらなくて。ああ、なるほど、そうか。そうなんですよ。そうか。いつわかるの合格発表。4日後です。4日後。ドキドキするね。はい、うわ、ドキドキで今。めちゃくちゃあれでしょ、賢い学校でしょ。いや、一応地元の、国公立なんですけど。うん。はい。何学部？教育学部です。あららら。賢いやん、ほんなら。先生や、じゃあ先生なんねや。そうです。両親が先生で。あ、ご両親なんや。そうなんですよ。うわぁ、両親と一緒 の感じを歩んでいくんや。そうなんですよ。4日後、今たま、一番なんか今たまらんな。そうなんですよ。もう、ふわ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 して。それさ、見に行くの、はい、それともなんかこう、合格のなんか書類みたいなのが届くの、うん、どっちのやつ？いや、もう岡村さん、今の時代も行きませんよ。ネットですよ、全部。全部ネットか。あ、そうか。大学は、はい、大学大学はネットで見んの、ネットで発表や。今もうめちゃめちゃ恥ずかしかった。あ、ネットで確認するん。そうです、もう全部出願もネットなんですよ。そうなんや。まあ、はい、そうか。コロナも関係あり。いや、もうだいぶ前からですよ。だいぶ前から。そう。おい、もう全然ちゃうやん。俺は見に行くか。書類が届いてペラペラやったら不合格の通知一枚やからもう。うわ。そうやね、挟まってるだけでわかんねん、もう。ああ、なるほど、なるほど。合格してたら書類がたくさん入ってるから分厚いね。そうやな、わかるな。今めっちゃ恥かいてんやん。いや、でも、中学、高校とか両方やってる学校もあるんじゃない？学校で張り出すのと、ネットでもわかるやろうし。うわ、僕が高校の時は、行きました。実際に。ああ、そうなんや。ね、はい、ああ、よかった、今。でもちょっと恥かいた。あ、もう、映画のビリギャルでもネットでの合格シーンがちゃんと使われてねんて。そうなんや。いや、だからビリギャルでも。めっちゃ恥ずかしいやん。うん。そうか。でもな、ちょっとまあ、あれやな、ちょっとほんまに、あんまり自信ありすぎて落ちてる時の方がもうちょっとかっこ悪いもんな。そうなんですよ、もう。ちょっと落ちてるかも。はい。なんかでも、大丈夫そうやけどな。良平くんのこの今の感じ聞いたら。いや、もう、内心バクバクですよ。あ、そう。緊張はしてるやろうけど、自信もなんか同時に。
伝わってる。うん。でも正直もうこっから勉強できへんやろ、もう。思いっきりやってきたら。はい。なあ。燃え尽きて、燃え尽きたな。そうやろな。はい、あともう大ファンのナイナイさんに喋れることだけでもう、もう、ドキドキしてますが。ありがたいけども。これ、でも勉強どうしてんの？一応やってるやろ今。上がらないけど。はい、今、ずっとマークだったんで、うん、今、2時の筆記の方を、記述の方やってします。そうか。今度はあれになるのか記述の方になるのか。そうなんですよ。うわー、そっち側の方が大変よな。そうやな。ちょっと、記述苦手なんですよね、実は。おえー。あ、そうなんや。拍手は絶対にあかんで、めちゃイケでも言うてきたけど。拍手からは何も生まれへんって言ってな。いや、ほんま、なんか書かなな。そうやね。はい、うわこれでも、ちょっと恋愛の方と、はい、まだなんかどっちかにしないとね、恋愛まだ考えれないんじゃない？ね、え、なんか、あれな、誰か付き合おうとしてんの今。いや、全然もう、チキンなんで、行動を起こせてない、全然。あ、好きな子いるけど。はい。あ、そう。これはでももう。同じ学校。そうですね。あ、言うたやのに。今学校は通ってんの？今、まだ進学目指してる子だけ、通ってるって感じですね。うん、ああ、そうか。はい、うわもう言うたらええのに、一か八か。相手、感じてそう。良平くんが好きって。感じてないと思います。ああ、余計またドキドキするやん、それ。隠しちゃうんで。うわ彼女も受験中。彼女というか、好きな子も。その子はもう、決まってますね。ああ。あ、もう決まってんの？進学が。はい。あ、そうなんや。ほんなもう言うた方がええやん。あ、ま、でも4日後やからな、合格発表がな。そんなんしてる場合でもないか。ああ。合格しとったら言った方がいいっすかね。そうやな。ああ、いいね。もうそうやないと、それこそ、うん。恋愛のモチベーション上がらんやろ。そうそうなあ。そうやん、もうどっちもふわふわしてる時ぐらいの方がええんちゃうか、うん、ふわっと言った方が。ああ、なるほど。なあと思うけど彼氏とかの匂いはしないいそうなあそれも全くしないですねああしないほうほうなんか告白のセリフとか作ってもらっていいですか告白のセリフちょっともう勇気がもうなくてええー、どんな関係性かやなそうやもう良平くんが正直、うん、もうだいぶ喋ってないですね喋ってないねやあはいいや、もう、あれやって、俺みたいなもんが言うのもあれやけど、もう付き合ってって言うたらええねんって。なるほど。なんか似てるって言われる子おる良平くんが思う子でもええねんけど。長野めいちゃん。おー、かわいい。めっちゃかわいいやん。めっちゃ。かわいらしい。言うた方がええって付き合ってて。言うべきやって、そんなもんすぐに。すぐ出てきたしな。うん、合格したら、4日後やで、その代わり。どっちもあかんかった時のショックも、凄まじいやろ。はい。卒業式は3月 ?3 月1日ですね。1日か。3月1日。もう。りょうえくん誰似てると言われんのちなみに。よく言って。よく言って。うん。鈴木亮平さん。おお。もう。あ、でかいんや、じゃあ。でかい。ガタイも。ほんまか。ほんまかりょうえ。いや、まあまあ。いや、いいけどな、別に。言われて。全然構わへんけど。あ、そう。全然言ってないの。でももうあれやろ。ほんまもう合格の勢いで言うた方がええやろ、その。そうやな。うん。合格したら、そのまま。素直にもう好きでしたと。そうやんか。お付き合いしてください。ストレートじゃあやっぱり。あ、もう、取り繕わない方がいいとね。そうね。遠回しとか、ご機嫌伺ったりしない方がいいかもね。うん。俺なんかが言うのもあれやけど、もう、ど真ん中やって。良平くん。ど真ん中、ど真ん中。もう、つけてください。結婚してるからね、岡村さん。そうですね、もう。そうやね。俺なんかもうお付き合いしてくださいって言わんと、結婚してくださいって言うてもてんからな。こんなんもう言ってもだ。もう言ってもだ、ええねこんなん。だから4日後。だから大学と恋両方合格や、だから。そうやんか。おうん、それ目指して。あの、どっちもあかんかったらごめんやで。ほんまに。でもなんか結果聞きたいな。そうなのよ。
結果じゃあメールします。お願いします。うん。はい、どっちもな、うまいこといくことを、そう。願ってますけれども、はい。はい。頑張ってね。はい、ありがとうございます。はい。うわもう大ファンなんで。いい報告をね。ね、ほんま。我々待っておりますんで。待ってます。はい。はい、ありがとう。はい。ありがとうございました。はい。うわちょっと若返ったわ。ね。でもこういう時がな、一番そのなんかお付き合いしやすかったりするし、告白しやすかったりもするし。そうそうそう寂しいしね。そうそうそう。卒業もあり。え、なんか、こんなタイミングで、え、うん、好きやって言ってくれんねや、みたいなんで別に好きじゃなかったもそのままなんとなくこう、うん、お祭りっぽく、なんかファッといける感じもすんねんけどな。あるんじゃないそういうね。なあ。さ あ、電話に出てくれましてね、受験生、良平くんにはオリジナルノベルティグッズ、ステッカーお守り、モバイルバッテリートリプルで差し上げます。うん。受験生の皆さん頑張ってください。頑張ってください。一曲行きましょう。ストーンズで、僕が僕じゃないみたいだ。早く暖かくなれへんかな。早くなってほしいね。早く桜が咲けへんかな。ああ、桜、見たいね、早く。合格の桜、が見たいな。見たいな。ナイティナインのオールナイトニッポン。頑張れ。矢部浩之のファミリークラブ。ファミリーファミリー。はい、広島市、ラジオネーム、ドワルキン三世。現在6歳の息子を育てているアラフィフのお父さんです。現在息子が今、下ネタにハマっていて大変な思いをしています。うん、内容は、チン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 、ムケムケケッケ。パイ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 、デカデカパイパイ。と言いながら、家内の胸を触って大騒ぎします。怒るのも恥ずかしいし、無視するわけにもいかないし、子育ての先輩、矢部パパに質問です。子供の島根ちゃん、どう対応したらよいでしょうか。もう全く一緒やね、今。もう男二人やと、もうね、まあ、正直、やっぱり女の、お母さんの方が嫌がるやんか。チン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 とか言ったら、もうやめ、下品で、って言って。僕ね、なんかそう、まあ、最初もうやめろって、そんなん言うと、外で出てまうから、って言って、注意しててんけど、うんうん、なんかある日わからんけど、もうめんどくさくて、うん、で、チンチンデカデカとか言ってきた時があって、うん、下の子が。で、うん、俺お風呂入る前やったから、うん、ちょうどもう、スッと脱いで、うんパパの方がチンチンデカデカってやって。うん、ほんだら、うん、大人しなって。どういう状態なの？乗っかるっていうの。否定するんじゃなくて。否定するんじゃなくて、うん、で、その、本人よりもなんか、こう、大げさにやる、うん、で、もう、どんなことでも、カって笑いよね。うんうん、じゃあ、自分で言うのやめて。あだからもうこれやと。うんうんうん、もうわっと被せるのが一番効き目あるかもと思って、うんうん。それからもう同じこと言うようにしてる。ああ。チンチンデカデカと。響き渡ってんねや。まあ、家の中で。家の中はね。ああ。そういうのがええのかな。いやもう、わからん。いや、これでも、ママに見つかった俺も怒られるけどな。ああ、なるほど。もうやめてって。うん、それが一番怖いな、やっぱな。そういう一緒になって、ほたいて、そう。ルート思ったらな。びっくりするよね。うん、俺が怒られんのか。自分の中での解決法やのに。そうそうね。それが一緒になってこう騒いでるみたいに思われたら、うん、ちょっと怖いよな。怖いし、でももう絶対言ってまうのよね。自分もそうやったし。うん。で、正直やけど、うん、そんな嫌じゃないね。男はね。男は、そう。うん、男はね、うんで。家庭で女の人はね、お母さん一人やから。うん。だから、もうこれからも、もう言っていきたいと思います。チンチンデカデカっていうのは、もう言っていきたいと思います。リズムがおもろいんだよな、子供から。そう、そういうのもある。男はな。リズム。ナインティナインのオールナイトニッポン。この番組はホロライブアイドルプロジェクト株式会社サテライトオフィス
D クリニック、ワンカップ大関、エイブル、ブルボン、高須クリニック、サミー、防衛省。以上、各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りしました。はい。さあ、一部の放送局を除いて、この後3時からは水溜りボンドのオールナイト日本ゼロでございます。はい。そして、来週ね、2月18日は生放送でお送りします。今年最初のスペシャルウィーク、ニューヨーク&鬼越トマホーク登場、矢部の壁をお送りします。はい。うっせぇなーから始まるニューヨークと鬼越トマホークへの毒舌も皆さん大募集しております。そうですね、よろしくお願いいたします。どうなることやら、ね、今日分かりましたけどニューヨークもね、うん、空手の段持ちということで。そうなんですよ。まさかイマジンスタジオで何が起こるかちょっと分からない。毒舌云々よりももうほんだもう最後もうこっちでやるやないかん。広いからな。そんなことになったらもうえらいことですけども、うん、でも何が起きるかわからないね。そう、少林寺やってたけど緑帯やからな。俺も緑帯やなんで緑でやめてんの。じゃあ思っててね、絶対黒帯までは続けるもんやって。いやそう、俺もよ、俺もそう、俺もそうだけどな、やっぱなかなか緑帯ぐらいから二段上がっていくね。 A、B みたいな、うん、それまでポンポンポンって一級で上がっていくねんけど、うん、緑帯ぐらいから2個ずつ茶色、緑2個、茶色2個で黒になるから、うん、それはちょっと遠いなぁ思って。いやそうなのよね、やめてもてんけど。だからちゃんと黒帯までやってるから、やっぱりこう習ったんやったら初段はね、そう取っときたかったよね。とりあえずもう段持ちで黒帯でと思ってたけどな。今あの下の子が空手習ってるんですよ、うん、見たらもうあの下の子今オレンジ帯やん、ね、オレンジもうちっちゃい子で小学校低学年で茶帯みたいな、めっちゃかっこいいよ。めちゃめちゃちっちゃいねんけどもう茶帯で一人だけもう動きが違う。うん、うちも甥っ子空手習ってて、うん、あの黒帯までちゃんと取り寄った。ああ、まあ、やるんやったら黒取っとかな、うん、言われたの。高橋くん何帯。せやね、緑やね。緑緑じゃんって言われる。いじられんのよ。これいじられんのよね。しゃあね、俺も取りたいなと思ってたけどな。今からでも取れるよね。あ、まあそれやろうと思ったらな。通えば激しい時、いややっぱそれなり動くよ。やっぱり筋力使うし結構動くと思うよ。肩の方もね。俺も俺のやってたらどっちかやったら 肩寄りの方やったから、うんうん、組手じゃないから、うん、組手の時思っきりなんかもヘルメットみたいなのつけてやるやつやったからあれやったけど、ニューヨークとか組手やん、極真とかなんかな。嫌やな、肩だけでやろうや。肩だけ、組手とかなしで肩でやろうや。肩だけ、肩でどっちが強いかやろうや。組手なしやわ。いやちゃんと種目であるからね。そう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 、めちゃめちゃかっこいいよね、うんうん、鬼越も毒じゃなくて組手じゃなくて肩でやろうや。いや鬼越からってやってたかどうかわからへん。あ、そう、ね、えらいことやなほんま。まあそう、そんなんも後悔するわな。黒いっといたらよかったって、うん、いやでも来週もうなんか河原とか用意されとったら無理やから。全然無理やから。で聞いてください、わわ言うとります。お時間です、さようなら。